はようございます。おはようございます。じゅんです。りさです。久々に、はい、大好評旅シリーズ、はい、旅シリーズやってきました。今日はですね、静岡県伊豆市にある中伊豆グリーンクラブにやってきました、うん、はい、初めて来た。初めて来たね、うん、私も初めてですね。ここなんか全ホール、そう、ちょっと今日は曇ってるとか、ちょっとね、富士山が全ホール見えるらしいです。全ホールってなかなかないよね。あとですね、女性に優しいプランが結構ねあるみたいなので、それもちょこちょこラウンド中に紹介していきたいと思います、はい、いろいろお話ししながらのラウンドになると思います。ちょっと久々すぎて喋りもね喋りもちょっとたどたどしい、そうだね、うん、ゆるくやっていきたいと思います。はい、できます。練習場にやってきました。実はこの間久々にやったらですね、なんと100を叩きまして白でね。いや、ちょっとね、本当に打ち込みたいですね。だって朝今日珍しく、ちょっと私今日練習するとかやばいかも、本当にやばい。どう？ちょっと気持ち悪いっす。やばい音した。あれダフリです。このマットだから滑ってます。打ててはいる気がするんだよね。ちょっと長いクラブ練習しようかな、あの音が出ないやつが。月1ぐらい？え？ゴルフ。月1？うん。あ、でもね、今月はね、意外と行ってる。あ、そう。3回、4回ぐらい行ってる。もうこんな。でも今日レディースティーだから、ベチッと入れて。こんなのでも大丈夫な気がする。もうちょっと打ちたい、ちゃんと。どうなるんでしょうか。やばい、今日は。どうしよう、もう。チンプレー、コープレー出したいね。どうしよう、どうやって打ってたのか分かんない。ちょっと片足で打ちましょうか。左足打法。いいじゃん。いいでしょ。よし、どこ行ってるんだろう。あ、いいじゃん。雰囲気しか出てない。青、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 オレンジ、オレンジ、オレンジ。なんかヘッドカバー変えた？うん。スターウォーズ？好きなの？うん。よくわかんない、スターウォーズ。さすがだわ。私にはミーハーっていうのがない。さあ、それは何だろう。あの木ぐらい、木の右ぐらいを狙って打ったらいいかな。どの木？あのブロッコリー。おう、よろしくお願いします。お願いします。うい、ちょっとこすり右目、ハート道。 あ、いいね。ハート道ぐらいですかね。 OK です。お願いします。お願いします。私ブロッコリーより右狙うわ。そうだよね、
すがです。これ下ってくんじゃないの。あ、惜しい。まあ。ナイス。はい、いいところ。さすがですね。よし、行くぞ。はい。結構打ち下ろしてるよ、実は。130。134打ち下ろし。はい、一旦これで打ってみる。うん、ちょい右目からの手前からの転がりみたいな感じになってる気がするんですけど、打ってみる。どうですか。本当に右側です。あ、でも惜しい。惜しいでしょ、うん、噛んだ風に見せただけ。距離は120です。120ヤード9番アイアン持ってます。ちょっとフォローだよね。うん、出ました。おー、ナイス。距離切ったし。まあ。なんか右出ちゃった。なんかちょっと。なんてなった。パターで打ちます。スナップロティはどうなっているかわかんないので。安全にね。安全に。速さは9点いくつって書いてあるね。え、強くない？じゃあなんかさ、方向がすごかった。今開いた、すごい、こうパンって。目で右行ったとかじゃないでしょ。いや、開いた。すごく開いた。うん、ナイス。オッケー。そうだね、うん、まず握った時に不安感しかない。こんなもんだよ、ね、よし。今度は引っ掛けました。ボギーでよし。OK を狙いに行くという作戦です。はい、なんとですね、うん、ここは女性限定でレディースティからベストスコアを出すと中伊豆グリーンクラブ1名ご招待券ゲットできるそうです。すごい。すごくない？1日無料でゴルフができるってこと、うん、そう。ベストスコア出なくてもスコア3枚提出すると特別優待券ゲットできる。本当に女性に優しい。なんか朝もこちらからお選びくださいみたいな感じで、うん、なんかギフトをいただきましたよ。という形で女性向けキャンペーンをすごい充実しているということで紹介させていただきました。ペコリ。マジでさ、マジでふざけてるよね。ふざけてないよ。本気のプレゼンです。ペコリはさすがだわ。そりゃ持ってない、そんな引き出し。そうでしょ、うん、どうやって終わらせようか。ゴリエかジュンちゃんかみたいなとこある。ゴリエね。ペコリやばい、打てないよ。時代がね、時代を感じるでしょ。もう若くないな。ごまかして。あ、手前。あ、バンカー大丈夫そうなのように見えるから。お、手打ち。あ、打てなかった。いらっしゃいませ。バンカーかなー。はいはい。例えばフォローがちっちゃいな。一緒にやろうよ、バンカー。はーい。今日はアリサちゃんとお揃いのリングフィットスカートです。これ一応ね、
春夏のウェアだけど冬も着れるよね。そう、全然いけますよ。生地が結構しっかりしてるからね。結構ね、あのリンゴルフオープンで結構みんな買ってくれてました。あ、そう、うん、素敵。ジュンちゃんこっちだ。ペコリペコリやめて、ほんと。じゃあ、バッグが入る前にじわじわ来るから。私からいくよ、じゃん。うん、湿ってます。オッケー、てっぺってやついいか、薄めにいくやつ、うん、ターン、てっぺ、はいはいはい、あーうまい、てっぺ、うまい、ペコリうまいな、ナイス。ペコリ拾ってくれないんだけど拾ってよ、恥ずかしいやん。ターンね、そうでしょ、うん、ターン、ペッペで。私ターン系ちょっとあんまり得意じゃないんだよな。うまいじゃん。あれペコリやるな。やるね、しかも今日ベストスコア。いいじゃん、ジュンちゃん、いいじゃん。ボギーだけどな。Thank you。 いいね、いいね。てかさ、私より近いよ。そうなんだよ、うまいな。やっぱ青木ジュンはすごいわ。でもリサちゃんのバンカーを見たからだよ。やっぱさ、イメージの音って大事でさ。そうだね。あれでもリサちゃんの見てなかったらあんな触れないから。本当？まっすぐ、はい。あー、切れた。 OK。 言うてやったさ、これがまずいから。まっすぐです。あ、ナイスイーン。パナイスパ、よかったー。ナイスパ、楽しいね。やっぱさ、なんか何ヶ月ぶりにいいじゃん、純ちゃんと。そうだね、リサちゃんとは多分この旅企画がないとリサちゃんに会えていないっていう。そうだよね、群馬。そうだよ、セブの。あ、違う違う、日焼け止めの。そうか、この日焼け止め、リサちゃん、美穂ちゃん対決。うん、ぶり。そっか、あれがあったか、うん、でも言ってもあれも結構夏だったよね。そうだね、もうなんか干してたもん。うん、あ、じゅんちゃん、そう、りさちゃん、連絡は取ってたんだよ、ね、あ、じゅんちゃんみたいな。りさちゃん元気、元気だよみたいなのをやり取りはずっとしてた。最近どう。そうなんだよね。怖っ、これ木の上かな。おお、あのさ、右のさ、ここっていうヤード食いみたいな、うんうんうん、あの辺だよね、うん。やっぱ早いな。まあでも方向通り。でも右向いた？うん、オッケー。あそこ向いててよかった。ちょっと手前で振りたいんだけどな。完璧です。ナイス。いいね、飛んだ。あ、飛んだ飛んだ。いいね。結構行きましたよ。結構行ったね。140。本当は6番アイアンで打ちたいんですけど、ドロングアイアンが打てる気がしないので、ユーティリティで打ちます。なんてこった。甘い、ほんと打てない。なんだろう、どうなってんのかな。どうなってますか。何ヤードですか。103。103？うん、風がすごいんだけど。そう、うます。風に乗って
つあるか、ちょっとここにギンギン出てたら打ちたいけど、ふわっとよりかは、うん、なんか突っ込む系で。わかるわかる。いきますよ。ナイスパー。よかった。アプローチよかったね。よかったよ。本当ドキドキだよ。